にも宇宙は非常に到着します。そういった中で私たち大阪維新の会はこの8年間で確実に石田のイメージを良くしていこうと、そういったことを取り組んでまいります。その中心人物としてしっかりと働いてきたのがこの知事公吉村博文でございます。どうか本当にこの西成の街を、そして大阪を良くしようと考えているのがどの候補者なのか、しっかりと皆さんご判断いただいた上で今回の統一地方選挙投票していただきたいと思います。それではお待たせいたしました、知事候補の吉村博文に到着いたしましたので代表を変えたいと思います。皆さん、大阪府知事候補の吉村です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。3年半大阪市長をさせてもらいました。橋本さんを削いで橋本吉村で、この大阪市をやってまいりましてね、10年前と比べてこの西成の町も含めて大阪だいぶ変わってきたと思うんです。どうですか皆さん。ありがとうございます。100点満点じゃないかもしれませんけども、一生懸命やってきました。僕が就任したとき、そして橋本さんが就任したとき、その前の大阪っていうのは借金まみれだったんです。大阪市も5兆円ぐらいの借金があった。でもこの借金を増やすというのは子供たち孫たちにツケを回すということになりますから、国からは国の借金はどんどん増えてますよ。でもこの借金というのは減らしていこう、将来の大阪の子供たち孫たちに借金をつけ回すのはやめよう、そういう思いで橋本さんも僕もやってきました。結果、5兆円ぐらいあった借金ですけども、今は3兆5000億円ぐらいに減りました。1兆5000億円ぐらい減らしてきたんです。この3兆5000億円というのは過去20年間で一番少ないぐらいの借金金額に減らしてきました。大阪市の財政というのは立ち直ってきたと思います。もう一つ僕は力を入れてやってきました。これはね、先ほどとも絡むんですけども、やっぱり町を元気にしていくため、これから高齢者の皆さんがどんどん増えていく、その中で町を元気にしていこうと思えば、これは子どもたち孫たちの世代が元気にならないと町は元気にならないですよ。要は子どもたち孫たちの世代が、活気づいて、なんか上向いてやっていこうよ、そういう空気にならないとダメなんです。だから自分の報酬もね、4割削減して財源を生み出す徹底的な改革がありました。自分の報酬も4割削減、退職金もあったんですよ。大阪市長の退職金4年間でね、4000万円です。もうなしにしました。ありがとう。これで僕も子供さんにいるでしょ、やりすぎると怒られるんですよこれ。もうなんか橋本さんの時に 80% カットで、僕の時なくしました。ちなみに太田前副知事、平松さんたち4000万もらってますからね。めちゃくちゃ。でもね、そうやって役所の無駄遣いをなくす、天下りも 70% ぐらいなくしました。それによって財源というのを生み出した、財源を生み出して医療、教育、福祉、そっち側にどんどんお金を回していったんです。特に子どもたちのね、投資はね、予算は8倍増やしましたよ。待機児童対策もやりました。待機児童も多かったんです、徹底的にやりましてね。だからね、役所の職員言うんです。いやー市長、これは待機児童はゼロにはなりません。なんでかって言ったらね、これは市内はね、やっぱ土地も高いから無理なんです。だから僕こういうふうに言いましたよ。分かった、場所がないんだったら区役所に作れって言ったんです。24区役所大阪市の本ね、中之島の市役所、そこに区役所作れって言ったらね、もう役所の職員が殿ご乱心をみたいになりましたよね。むちゃくちゃあかんわみたいな話で始まったんですけど、やったんですよ。それをやってね、17箇所、物理的に無理なところ以外に17箇所ぐらいやりました。それをやると役所の職員も真面目ですからね、この市長本気だなとなれば徹底的に待機児童対策もやってくれるようになったんです。結果昭和60年代から待機児童の数数えてるんですけど、一番少ない数になりました。今年、待機児童対策もやって、児童虐待の防止対策もこれ徹底的にやりました。で、子どもたちの医療費の助成、18歳までの無償化というのもこれもやりました。エアコン暑かったんです、それもやりました。徹底的にやっていきました。子どもたちへの投資、未来の投資、ちょっとずつ良くなってきたと思います。10年前と比べてね、100点前。ありがとうございます。
これね、それは10年前と比べてですよ。これは僕も魔法の杖があるわけでも何でもないですから、それは100点満点じゃないかもしれませんけど、過去のあの赤字だらけの大阪市で大阪府政と比べたらマシな政治をしています。この橋本吉村、松井吉村、維新のね改革でやってます。ぜひこれを続けさせてくださいということなんですよ。古い大阪に戻すのはやめましょうということです。相手方はねびっくりするよ、びっくりしますけど、まあ、自民党と公明党だけじゃなくて共産党から立憲民主から労働組合の連合から全部相手の敵に回ってるじゃないですか。僕らから言ったら巨大組織です。なんであそこ一致団結するかっていうとね、まああの人たちは自分たちの身分を守ろうというので一生懸命、そこでそんなんでね、そうなんですよ、利権集団なんですよ。それをね彼らにやらせると、まあ古い大阪に戻りますよ。皆さんの税金をパクパクむしゃむしゃ食べられるような、そんな古い大阪に戻す。僕はそんな古い大阪には戻したくはありません。これね、あの西成もどうですか皆さん。西成の改革は徹底的にやってきたんです。西成トップ構想15年前、20年前、西成どうでしたか。これまでの大阪市政っていうのは24区全部平等にやらないとダメだったんです。その殻から抜けなかったんです。でも維新になってこの考え方を変えました。西成は特別扱いをする、西成特構想をやろうというのを橋本さんの時に始め、そして僕がやり、松井さんと一緒にやってるんです。どういうことをやったかというとね、まず西成のアイリン労働センターあります。あれ耐震化がねもう古くてもう危ないんです。あの西成の労働センターの建て替えも決まりました。これまで誰も手をつけなかったんですよ、労働センターには。誰も手をつけなかった。国もあるし、国の機関もあるし、労働機関、空もあるし、市もあるし、要は府市が一緒にならないとアイリン労働センター建て替えなんてはできなかったんです。でも西成特構想をやって、地元の皆さんとも一生懸命ねしっかり話し合いをして、そして合意形成をしながらアイリン労働センターの建て替えというのも決まりました。それからね、ゴミも多かったじゃないですか、不法投棄、西成のゴミね。子どもたちが学校に行くときにゴミだらけだった、おかしいやんか、そういう思いで、このゴミの収集もね、この西成だけはもう朝一でやるようにしたんです。大阪の一律でやるとね、これはもう朝一じゃないんですよ。ゴミの収集の仕方って決まっててね、朝一回収しないような仕組みですけど、西成は朝一回収する、そういうふうに変えました。自転車のね、共通りもそう、まあ、様々な点で西成っていうのは成長してきた。だから新今宮の駅前に空き地があったじゃないですか。あそこにも星野リゾートっていうね、あのホテル、すごい有名なホテルのところがやるっていうのが決まったんですよ。要は今橋本松井で僕と松井さんでやってきた改革、これを徹底的にやれば町は良くなるんです。大阪の成長もそうです。2025年の万博だってまあまあね、普通なら手を挙げれない状態でしたよ。ちょっと前に大阪市が単独でオリンピックに手を挙げましたが、惨敗だったじゃないですか。もう皆さん忘れてるかもしれませんが、そんな状況、だいぶ税金も使ったんですよ。でも大阪府と大阪市が力を合わせれば、大阪はまだまだ力があるんです。もしね、東京で万一例えば大きな地震があって東京が壊滅的な被害を受けたとき、どこのエリアがこの日本を支えていくんですか。大阪ですよ。これは大阪にはその力がある、そういう街に僕は大阪をしていきたいと思います。でこれはね、大阪府と大阪市が一体になってやってくることで実現してきました。2025年の万博誘致も実現できた。まあね、あの湾岸エリアも雲井さんと言われているところに統合型リゾートというのができます。もう湾岸エリアの景色も変わってきます。大阪が成長することで何が起きるか、これも税収も増えますからね。それによって医療、教育、福祉、ここにお金も回していくことができるんです。高齢者の皆様を支えていくためにも大阪の成長というのは絶対に必要なんです。大阪はその力がある、その力を発揮できる仕組みにしていこうというのが大阪都構想なんです。3年半前に皆さんにお約束をしました。その中でマニフェストに掲げたことは僕自身は9割達成しました。9割実行しました。でもどうしてもできないことがある。
これが大阪都構想の再挑戦。3年半前に皆さんにお約束をして、どうしても壁にぶち当たりました。今回の選挙においてもう一度皆さんにこのお願いをしていきたいと思います。なぜ大阪都構想が必要なのか。大阪市と大阪府が二重行政をやってね、大阪の成長を阻害するような仕組みを僕は解消していきたい。そうすることで大阪は成長できるんです。今は僕と松井さんの人間関係でやってますが、こんなのすぐ罰になりますよ。例えば僕と柳本さんになったらね、改革なんか絶対進みません。もし小西さんと松井さんになったら全然改革なんか進みません。大阪ぐちゃぐちゃになりますよ。まあこんな弱い脆弱な体制です。大阪市が湾岸エリアに256メートルの高い WTC ビルを建てれば、大阪府はこっち側に、まあ、リンクのエリアにね、256.1 メートルのビルを建てるんですよ。わずか10センチ違い、10センチ大阪府の価値。こんな馬鹿げた行政やってきたのが大阪市と大阪府なんです。これで大阪が成長するわけないですよ。これをやめていこう。これをやめることで大阪は力を発揮することができます。大阪都構想のポイント、そんなに難しくありません。3つだけです。1つ目のポイントはね、大阪府と大阪市の二重行政をやめて大阪を成長させること。これが1つ目です。で、2つ目がね、市民の皆さんに身近な住民サービス、医療とか教育、福祉は身近で決定できる仕組みを作っていきましょう。高齢者の施策もそう、教育もそう、身近でやっていこうということなんです。今僕が一人やってますけども、例えば学校とか教育とかね、高齢者の施策、それを専門的にやる人間をね、あと3人増やしましょうということなんです。その方が皆さんに、僕が4人になってね、例えば西成のエリアに何度も何度も足を運ぶ、そんな区長、そんな首長になった方が皆さんに身近な区長になるじゃないですか。そこに予算権を持たせていきましょう。そういうことなんですよ。これが2つ目、要は身近なことは身近で決定していく仕組みを作っていきましょう。そして3つ目がね、民間でできることは民間でやろう、役所でやらなくてもいいこと、民間でできることは民間でやりましょう。その発想で大阪市営地下鉄の民営化もやりました。これから地下の空間はものすごく良くなってきますよ。あの手のパスなくならないからね、なくなりませんから、ね、大丈夫です。これは大阪市の福祉施策ですから。どんどん地下空間も良くなってきます。それからね、民営化しましたから、これから税金を納めてもらいますよ、役所に。その額なんと年間100億円ですからね。増税しなくても財源っていうのが生まれるんです。要は行政が本来あるべき姿、本来あるべき形、これにすることで大阪の力を発揮できる。ぜひこの仕組みを作っていきたいんです。大阪には力がある。ぜひこれをやらせてもらいたいと思います。まあ、今回の選挙でこれを皆さんにお願いしていきたいと思うんです。3年半前皆さんにお約束したこと、これができなかった。僕は今松井さんとセットでやってますからね、ぜひ松井吉村セットでこの大阪の改革を続けさせてもらいたいと思うんです。大阪、ありがとうございます。大阪は力がありますからね。ただ厳しい、ものすごい厳しい選挙ですよ。だって相手方は自民党から共産党まで全部の政党が一緒になって自分たちの身分を守ろうとしてるんですから。それに加えてね、連合もですよ、公務員の連合組合、大赤字の大阪市と大阪府庁のあの昔の古い役所に戻りますよ。そんなことは絶対にさせたらダメです。大阪は成長する、大阪は成長できる、これをぜひね、続けさせていきたいと思います。確かに都構想をやったからといってそれがバラ色というわけではありません。でも今の制度のままの方がいいのか、あるいは都構想の方が大阪の可能性を追求できるのか、僕は可能性を追求できる方にかけたいと思います。じゃないといつまでたっても大阪は古い大阪に逆戻り、新しい成長にぜひ僕はかけてみたいと思います。そのね、成長する形を次の世代、孫の世代にも残していきたいと思います。これはもう大改革です。まあ山でいうとものすごく高い山です。仮にね、この選挙でもし勝つことができても、議会の議決が必要になる、その先には住民投票が必要になる、まだまだ高い山ですけども、僕自身が、松井さんが登ることを諦めたらその時点で終わりじゃないですか。だから絶対に登ることは諦めません。一歩一歩でも確実に登っていきます。皆さんの後押しがあれば、目の前の坂が山くても高くてもね、一歩一歩登っていきます。必ず頂上はあるんですから。
頂上にたどり着けると信じて頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。大阪を成長させていきましょう。ぜひね、大阪を日本一の街にしていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。大阪維新の会知事候補の吉村博文候補者本人より皆様の一点がいただき、周囲にお集まりの皆様方に